はい、大倉屋さんでございます。始まるだぞ。今から10、はい、もう10年になるやろうか。ちょっと10年になるんですか、うん、世界文化遺産になってまだ3年か4年かぐらいやけど、うん、その前から、その前からね。あ、そうなんすごいですね。たまたま、はい、こういう形で世界遺産になるっていうのは知らんと、はい、スタートしたもんです。すごいですね。ほんで何や言うだろう、結局ここは、はい、昔そこにも古墳があちこちにありますわな。はい、ここいっぱいあるね。はい、そこにこれまっすぐ行ったら、はい、その左側にね、はい、埴輪遺跡の、あれがありますんで。埴輪聖堂のやつかな。また見といてください。はいはい、そういう、はい、埴輪の里になっとるんでね、はいはい、一つやろうかと。はい、大阪府の方からね、はい、なんか萩城市 の、はい、この持ってる財産を利用して、はい、この皆さんに喜んでもらえるものなんかないか提案せよという依頼があって、はい、でやりました。すごいですね。これもこの世界遺産の前ですからね、お話が。もうたまたまね。ああ、まあ、たまたま偶然こう引っかかったと。ああ、そうじゃないですか。すごいわ。いう、そんな感じですね。はい、ありがとうございます。いえいえ。そしたらお店の方ちょっと見せ物でよろしいですか。どうぞ、はい、ってください。失礼します。面白いのいっぱい。あ、そうですか。じゃあ、後で撮らせてもらう。これはここで記念撮影できるなってんのね。記念撮影ができますよね。ここで幼稚園児とか、はい、来た時にいっぱい写真撮る。あ、すごいですね。この日にちもちゃんと入れていただいて。はいはい。すごいですね。ありがとうございます。社長さん、じきじき出てきてくれましたよね。ありがとうございます。じゃあ、失礼します。古市古墳群の、これは、すごいね。航空写真でございます。野中古墳、野中古墳ってあそこなんだ。あの横にあれ行ってないの。野中古墳って小さい古墳、あれ行ってないな。この古墳の世界遺産になる前でございます。そう、うん、そうそうそう。で、例えばまあ、萩城警察署があるから、はい、萩城警察署で、宇治の場合は、はい、例えば宇治で直接やってる作品がいっぱいあるんですけども、はい、例えば有名なところで言うたら、こういう縄文マスキングテープね、はい、縄文弥生、それから飛鳥、奈良、この飛鳥の次に古墳群、それですね、はい、これなんか風船、よそで同じものを作ってるんですよ。そのビジネスのルール違反やないかって言ってこう、はい、怒ったんですけどね。結局じゃあ衣装登録も何も取ってらっしゃらんのやったら、真似することもできると、基本的にできちゃうよね、うん、真似することができても、はい、ビジネスラインではやっぱり通用しないですね、はい、やっぱりこういう商品は大倉屋でなかったらいかんと、はい、いかんと。それが関東とか、はい、群馬県、埼玉県、はい、いろいろ静岡、こう売り場ってのはどういう展開されてるんですか、日本国内では。国内では各都道府県の、はい、県庁に一つは博物館ありますわね、はい、そことか、はい、それから国立博物館、はい、例えばうちのよく売ってくれとるところでは、九州は、はい、太宰府にある国立博物館ね、はい、国立博物館、これとかこれとかね、はいはいはい、それからマグカップも、うん、これなんかそうですよ。これ世界遺産ワールド、あ、ね、入ってますね、ちゃんと、ね、記念になりますね。どこやけど、これ大倉屋うちちゃんと当てないですか。はい、そう、じゃあこれ全部これは萩城の特産、一時売ってくれちゅうからね。ああ、ということはこれはこれは関係ないですね、古墳とは。いや、関係ありますよ、これ古墳。あ、古墳や。これ古墳。古墳の形してんねや。さん。あらあら。それからこれも、いろんな商品、これ古墳です、はい。あれ見たことあります、テレビで。どれ？あれ。ああ、これ有名でしょ。あれ見たことある、テレビどっかでやってましたね。そうそうそう、あれ見ました。はい。古墳くん、なんかもっと大きかったような感じしましたね。もっと大きいかもね。ああ、要はいろんな商品があって、あ、これ小さいな。これの
これぐらい。もうちょっと一回り大きかったよね。大きいね、うん。すごいですね。こんな小さいのもあるし。これは、あの、財布かなんかかな。小物入れですかね。うん。こういうふうな。これはすごいですね、これは。これはもう何でも。あの 食事の時に使うとるんですか。うちに来はる女性は、はい、男性も含めて、もう何でもかんでも、はい、頭の先から足の先まで、はい、全部古墳で埋め尽くすと、はい、奥さんと子供と、はい、セットであの買い入るもん。すごい。これだけあるんですか、種類は。いや、もっとあるんですか。もっとあるんですか。これはプリントもう、このプリントなんか こんな風になると全然簡単やわね。簡単ですね。うん、これハニコというて高槻で今やってましたよ、はい、そこの業者です。おー、うん、これもあるんですか。すごい。あ、こういうのもあるしね。エコバッグ。エコバッグ、うん、で、このラベルもしゃれてるじゃないですか、うん、ちゃんと古墳の形で。そうすごいですね。まあ、頭こういう、これは縄文時代やけどね。縄文時代ね。のどっち、古墳用のちょっと前でございますね。そう趣味が高じてこんなのを売ってはる。これ全部紙を切り刻んで貼り合わせて、はい、こういう商品を作る。これ紙ですか。はい、紙。なんか皮がなんか見た感じするけど。いえいえ、紙。へえ。これは応仁天皇陵ですか。これこれは白鳥陵古墳。白鳥陵古墳、これにはまるとね、はい、もう自分のハンドバッグから何からね、はい、全部これも買ってくれるんでね。飾り付け、この靴下からハンカチから、それからこのこれね、マスク、うん、マスクもありますか。そうもう全部あります。いやだけどもこれ消しゴム。すごい。これもあの日本のメーカーで作ってるんですか。日本、うん、あれこれ日本かな。あ、日本です。シードになってますわ。え、シード。そうですか。シードさんってあの日本のメーカーさんですか。消しゴムの専門メーカーさんですか。それでよう売れるんですよ。リサップはわしようわからへんけど。こうやっていい。はい、あ。それがあの道具みたいになってるんですね。うん、この子は何て言うんですか。これは、ハニサックになってる。インサック。いや印刷屋さんやから男で印刷してるかも違うんですか。それは関係ない、ね、それは印刷もらわしてもあの注文もらわないかな。うん、そういろんなとこ入れるとこがあるんですけどね、うん、境がほとんど入れないんですよね。あ、もう羽曳野も境も入れるところは非常に少ない、はい、しかし羽曳野はなんか大きいコースに何機か入れますやんか。そう、え、まどこちゃんが来たんですか。ああ、来てますよ。あ、ということは朝からやってたんですよね、一回ね。いろいろやってたね。ほんで、これも最近やりましたよね。なんかしょっちゅう来てるみたいやね、あのカメラの取材。そう。すごいですね。あの先日も、はい、あ、これは NHK です。ございます。あ、うわー、すごい。こういうふうに、ね、これを先生が、あのいわゆる皆さん生徒のに指導して作ってもらうんですか。そうで、この頭の先とかこうちょっと細いところとか、はい、これは乾いてるけどもまだ他は全く乾いてないね、はい、でそれをこうやって日にちを置くと徐々に、自然乾燥をして、はい、自然乾燥する、最終的に自然乾燥するとこうなるんですよ、はい、で今度はこれを今度は釜に入れて焼くわけですね。あ、やっぱり焼くんですね。そしたらこのように、はい、いや心配しました。これこの色がなんでこうなる。本ぐらいはいっぺんにやれと言うたらここと3階と両方でやりますね。ああ、こういうのがあるから作り方があるこれ見て。そう、いや、これ見ただけではあきまへんの、はい、これを見て、そしてあれを見て、はい、そしてさて私は何を作るかなという構想を頭の中で、見て。それは個人個人でやるんですか。そう、ほんで原型はね、あんな風にサンプル見せてあげる、はい、ああ、なるほど。ほんなら誰作ろう。ほんなら僕、釜です。いやー、すごいの入ってますね。これね、はい、釜見せてもらおう。釜、うわ、すごい。こういうね、こういう、これで大体今見たような、はい、あの埴輪が40個ぐらい焼けます、はい、ここでね、1回に。だから、あの結構、うん、何時間ぐらい焼くんですか。大体一晩。そんな焼くんですか。はい、いやー、その